Hello, hello, my name is Axel, and welcome back to Trails from Zero. Here we go! So we're still not paying attention to Rosenberg Studio. Okay. 今日は本当にご恩は近いうちに必ず返させていただきます。大げさだな。まあ、なかなか興味深い体験をさせてもらったぜ。あの遺跡、総員についてだけど、一応クロスベル大聖堂に相談してみた方がいいかもしれないわね。そうですね。アーティファクト絡みであれば、他にどうしよう。なるほど。Yep。わかりました。副司令と相談して、そのあたりの対応は考えてみます。皆さんの方は。なあ、少なくとも。もし警備隊の方で。わかりました。それでは失礼します。おう。あー、 we don't。 おう、 did you run over the kid? それじゃあ時間もないし。ええ、その、そんじゃあとっとと歓楽街の方に行こうぜ。 he's happy。 we don't have any more first division treatment and it's sad。So where the hell is Gantz? そろそろカジノも夜の部か。そんじゃ、適当に遊びながら例の行員の聞き込みでもするか。いや、ダメだって。潜入捜査でもないのに、遊ぶ必要は全くないかと。とにかく、従業員の人やお客さんに聞いてみましょう。ガンツさんの消息について何かつかめるかもしれないわ。へいへい、了解。So we're gonna talk to these people, alright. Hello. Talk to the owner. Okay. So what else the bar? Is this the bar? Hello, you're the owner, right? Oh yeah, これは皆さん。Owner Drake. Randy と一緒に遊びに来られたんですか？いえ、ちょいとオーナーに聞きたいことがあるんだけどよ。行方不明？今日だってうちに遊びに来て、荒稼ぎして行かれましたが。本当ですか？しかも荒稼ぎって。おいおい、オーナー人違いじゃねえだろうな。 But 2 weeks? Oh, maybe that's a doll。 俺たちが探してんのは毎日の行員をやってる月も勘もねえ野郎だぜ。ああ、もちろんその方のことさ。2週間前になるか、久々に顔を見せたかと思ったら、How so? 強くなっててな。おかげでうちのディーラーは負け続き、50万ビラくらい持っていかれてるよ。Whoa, whoa, whoa. I don't think it's him. 50万ビラ？かなりの大金ですね。おいおい、マジかよ。なんかイカ様をやってるとか、そんなんじゃねえんだよな。私たちもプロだ。イカ様があれば気づくさ。とにかく異常に勘が冴えてる上に、ありえないほどの月の良さでな。<All right. S 2> 一体彼に何があったのか。町長さんから聞いた話と。あの、オーナー、ガンさんは鉱山町にはずっと帰っていないそうですが。So he was here earlier. 滞在場所はご存知ありませんか？ああ、それなら、すぐ近くにあるホテルに毎日泊まっておられますよ。Yeah, of course. それも確か最上階にあるデラックスルームだったはずです。あの高級ホテルのデラックスルームですか？ Yeah, well, his luck may have changed, but he's still bad with money. おいおい、どんな。でも意外とすぐに消息が判明しましたね。 Yeah, something's up here. 早速立ち。 Okay. I'm keeping an eye on that owner there. Oh, hello. And it's night time.もう日が暮れたか。とにかくガンさんと一度話し。ええ、デラックスルームは確か最上階にあったはずよ。カジノで大勝ちをして優雅にホテル暮らしかよ。たく、羨ましいじゃねえか。ランディさん。All right, the hotel here, Hotel Millennium. Hello.
Is this Gantz? Ah, Randy-san. Ah. Gobusata shiteru ze. Ah? Nanda omee ra wa? Who's that? Shisurei shimasu. Mainz no Gantz-san desu ne. Omee ra, doko ka de mita koto ga aru yo na. What? というかこの人、軍用犬騒ぎの時に襲われそうになっていた行員さんの片方では、あの時も、yeah, there. そんなこともありやがったな。思い出したぜ。この俺様に何の用だよ。その、実はマインツの町長さんに頼まれまして。The hell happened to him? あなたの行方を探していたんで。町長が俺のことを？あんた、こっちに来たまま2週間も連絡取ってねえんだろ？失踪したんじゃないかって、えらく心配されてたぜ。それで私たちが捜索を…よかったじゃねえか。ちゃんと見つかってよ。と言ってももう俺は、マインツなんざ帰るつもりはねえんだが。いやー。そうなんですか？一体…決まってんだろ。俺は手に入れたんだ。天才的なギャンブルの腕をな。腕や勘だけじゃねえ。女神の幸運も俺様のもんだ。誰があんな田舎町に戻ってせこい穴掘りなんぞやるかっての。Yeah, I wanna punch him. そんな。おいおい。そのいいみんな心配しているんですから。うるせえ。俺にさせてすんじゃねえ。OK もう一儲けしたら。おい女ども、週末あたりにテーマパークに連れて行ってやるぞ。宝石店とブティックで何でも好きなものを買ってやる。Oh, alright. Well, if he's happy, I just want to punch him in the face. ダメだな、完璧に舞い上がってやがるぜ。ああ残念だけど、町長さんに状況を伝えるしかなさそうね。私たちが説得するというのも。そうですね。ロイド、何か気になることでもあるの？いや、もともと好きも勘もない下手の、どうしてこんなに勝ち続けることができるようになったのかと思ってさ。Yeah, something's up here. それは、つうか、ぜひともコツを伝授してもらいたいくらいだぜ。ロンディさんもギャンブルはそこそこ強いと聞いてますけど。調子がいい時はな。だが2週間連続で勝ち続けて50万ミラ稼ぐなんてのは無理だ。ジャックみたいな凄腕の賭博師ならありえるかもしれんが。ジャック、ギャンブラージャック。 I think I remember that。 あれは小説の話でしょ。あら、なんだ。おいおい、ご挨拶だな。そうだ、二人とも少し話を聞かせてくれ。ギャンブラージャック、I can't recall if it's from the Sky Games or Cold Steel。 あのガンツって兄さんに。なになに、ひょっとして犯罪絡み？いや、そうじゃねえが、あの兄さん、いついくら酒が入ってるからってあまりに横柄すぎやしねえか。うん、確かに最初の頃はあそこまで威張り散らしたりはしていなかったけど、そのうちどんどん偉そうになって。まあうちらは客商売だから。あの態度は酒が入っているからだけじゃないってことか。それにしても彼、まるで伏せられたカードが見えてるみたいに勘が冴えてるんだもの。ルーレットなんて数字をピタリと当てちゃうし、ディーラーの人たちの考えも見抜いちゃってるみたいだもん。 Whoa. Oh, 2 weeks ago. What happened 2 weeks ago? Huh. それはすごいですね。そこまで。なんでその力が俺に目覚めないんだっつーの。そんなんでもいいわけ。おう、サンクス。また暇な時にでも店に寄らせてもらうぜ。期待しないで待ってるわ。それじゃ、ま。All right. So what was that reaction from Tio? とりあえず
町長さんに連絡を入れた方がいいんじゃないかしら。 2 weeks ago Maybe it's something Kia related? Well, we got Kia roughly 3 weeks to 4 weeks ago But we did that cooking thing just recently and I guess it coincided with Gant's winning streak? Huh Nah, そうだな どうも、特務支援課のロイド・バニングスです。おお、君か。ひょっとして何か情報でもあったのかね。Yep. いえ。なんと、まさかあのガンツがギャンブル。さすがに連れ戻す説得まではできなかったんですが、一応報告だけでもと思いまして。いやいや、それで十分だ。そういうことであれば、明日にでも私が街に出て。ありがとう。いえ、お気になさらずに、また何かあったら遠慮なくこちらに連絡してきてください。できる限りのお手伝いをさせてもらいますから。ありがとう。その時、町長さんはなんて？ああ、さすがに驚いたみたいだった。Yeah, the only factor that's different now is Kia.So maybe this luck of Gantz is Kia related. 明日、クロスベル市に来て。ま、身内が話すのが一番いいかもしれねえな。You've been acting like that, Tio. What the hell? さっきから静かだけど。いえ、ただ、今日はいろ。そうか。Oh, alright. 遺跡の調査もあったしな。もう日も暮れているし、キーヤちゃんも待っていることだし。キーヤの笑顔が見られれば。疲れん大げさだな。ま、気持ちはわかるけどさ。やれやれ。揃いも揃って親バカというかな。そんじゃ、とっととキーボーの顔を見たい。キド。Is she still home though? That's the question. Maybe something happened. Huh. We'll see.No, we can't fast travel, so... I think there's gonna be a cutscene here. Are we gonna use the back alley? Alright. Cool, cool, cool. Yeah, we still can't fast travel, so...We're home! Oh. ただいま。帰ってきた。And there's the tackle. キーヤはいつも元気だな。うん、キーヤ元気だよ。ロイドたちは遅かったね。まあまあかしら。まあ、今日は移動に車を使えたから、その意味では助かったかもな。ですね。ねえねえ、ティオ、なんか疲れた顔してるけど、大丈夫？ええ、大丈夫です。キーヤの顔を見たら、元気になっちゃいました。キーヤ？キーヤ、元気だから、ティオにお裾分けしてあげるね。Oh, she's so sweet. なるほどね。確かにそいつは効きそうだな。何よりの特効薬かもしれないわね。ありがとう、キーヤ。元気。出てきました。そういえば、課長はまだ帰ってないのか？課長なら、そこの部屋にいるよ。さっきお客さんが来て、お話ししてるみたい。Visitor? お客さん。どんな人だったの？おひげが生えたクマさんみたいなおじさん。Oh.Maybe the lawyer. Forgot his name. 課長は先生って呼んでたかな。ああ、グリアン先生か。珍しいな、こんな。一応、私たちも挨拶した方が良さそうね。私は夕食当番ですから。大丈夫か？なんだったら、夕食当番くらい俺が変わるけど。いえ、すでに下ごしらえは済ませてありますから。キーヤ、晩ご飯、もう少し待ってください。だったらキーヤも手伝う。
そうですか。それではよろしくお願いします。 OK。 So what up, Mr. Grimwood? 失礼します。おう、遅かったな。いやお邪魔しているよ。やっぱりイアン先生でしたか。珍しいですね。ああ、セルゲイ君に少し聞きたいことがあってね。他の用事もあったついでに足を運んだというわけなんだ。他の用事ですか。ああ、端的に言うとキーヤの身元についてだ。All right. もしかして何か分かったんすか。いや、残念ながらギルドにも依頼したそうだが、私もセルゲイ君に頼まれて残念だが、いや幸いというべきか、その可能性はないと分かったんだ。 Why are you pleased by that? 他の可能性ですか。ああ、数年前の話なんだがな、カルバード共和国を中心に子供が拉致される事件が相次いだことがあったんだ。 Okay. Maybe for the... For the establishment? 子供が拉致。それって詳細は省くが、かなりのでかい事件でな、カルバードだけじゃなく周辺諸国にも被害が及んでいたことから、国際的な捜査体制が組まれることになった。この捜査体制には各国の軍隊、警察組織、right. そして遊撃士協会が協力した。 Yeah, you don't mess with children, you'll get every power that the countries can throw at you. そんなことか。初めて聞きました。俺も初。あまり知られてないってことは相当ヤバい事件だったんすか。 They didn't mention a timeline, just a few years ago. ああ、結局事件は解決したんだがね、かなり深刻な内容だったので、私は民間のアドバイザーとして当然関わっていたんだが、oh. OK。 ちょっと待ってください。もしかしてキーヤがその数年前にあったという事件の被害者である可能性が。 Yeah, he just said that that's not the case. そう思って当時の被害を改めて調べてみた。キーヤ君に該当する子は結局見つからなかったんだ。事件を起こしていた連中もほとんど検挙されるか自滅している。そのことが改めて分かったので。そうだったんですか。少し安心しましたけど。ま、その事件についてはいずれお前たちにも話してやる。ただ結局キーヤについてはま、いいんじゃないっすか。身寄りが見つかるまで俺たちが面倒見りゃいいんだし。ああ、当分の間はここで保護した方がいいだろう。ただ本当に身寄り、里親を探すなり教会の福音施設に預けることも考えるべきかもしれない。 She can just stay here. What the hell? それはでもいずれそういうことも含めて考える必要があるってことだ。子供一人を預かって育てるってのは半端な覚悟でできることじゃない。 Yeah, I guess the chief has a point. どれだけその子が可愛くったってな。 Yeah, I got overwhelmed by her cuteness. そうですね。まあ確かに猫の子を預かるのと同じわけにはいかねえか。すまない。そういえば任務報告もあるのだろうし、私はそろそろ失礼させてもらうよ。いえ、実は先生にも相談しようかと思っていた案件だったんですが。おう、ええ。お、for Gantz, alright. なるほど。結局事件ではなかったので本人の説得はしませんでしたが、町に帰るよう説得くらいした方が良かったんでしょうか。 Yeah, we can't force him. 難しいところだな。遊撃士だったら説得や交渉も仕事のうちに入るんだろうが、警察の人間がそれをやった場合民事介入になる可能性もある。なかなか難しい線引きのところだね。やはりそうですか。まあいい年した大人なんだし余計なお世話ってもんだろう。これでガキだったらケツでも叩いて家に連れ戻してやるところだな。そうね。しかし
天才的なギャンブルの腕と別人。What? You heard of something like that? 何か心当たりでも？いや、ここ最近似たような話を二つ。Okay. 本当ですか？まさか他にもギャンブルで一山当てたやつがいるとか？いやいや、そうじゃないよ。聞いた話というのは、Stockbroker? とある証券会社の証券マンと貿易会社の経営者なんだがね。どちらも最近大きな損失を出して非常に困っていたそうなんだが、ここ数日で耳を疑うほどの素晴らしい業績を上げたらしいんだ。Whoa, whoa, whoa. I took a pause there, but kind of like the same effect as the aerial. Well, future sight tells us what's actually happening here, but I did not think that it would have the same effect as the aerial. Just remember, what we have here is not natural. Unlike the aerial in the Sky Games, so... Huh. 特に証券マンの方は、まるで未来が見えていたかのような月と勘で株を売買したらしい。Okay. それはどこかで聞いた話だな。ただ聞くところによると、その二人の態度もあからさまに横柄になったという話でね。 Hey, once is an accident, two is a coincidence, three is a conspiracy. 少し気になってしまう。確かに気になりますね。その二人の身元について詳しく。ああ、その気になればすぐに調べられるだろうが、念のため確かめておくかね。ええ、できれば。課長、何か気がかりでも。ま、こういう鍵をしてたら情報は大いに越したことはねえ。ただそれだけの話だ。なるほど、兄貴も言ってたな。捜査の決め手は勘と足による情報集めだって。さてと、君たちも気になることができる限りの協力をさせてもらうよ。イアン先生、その時はどうか。He's a really, really nice lawyer. That I'm starting to not trust him. I don't know. So Heiwei, there's something going on at Heiwei. ヌバーチェの裏ルートが復活している。はい、ここ1週間で我々が潰した3つのルートがこちらも妨害しようとしたのですが、この状況で失ったルートをわざわざ取り戻すだけの余力が、あちらの営業本部長殿がわざわざ動いたのですか？いえ、キリングベアの姿はなく、配下の構成員だけだったそうです。それも軍用犬は連れておらず、数名程度の少人数だったようで。ますます奇妙ですね。構成員一人一人の戦闘力ならば我々兵ゆえの方が上のはず。例のラインフォルト社製の重機関銃を持ち出したのですか？ラインフォルト。ええ、確かにその武装も持ち出してきたようです。それ以上に戦闘能力そのものが大幅に向上しているとの報告です。 Oh, maybe maybe the Dawn has an artifact. なるほど。現在マルコーニ会長は議長閣下のお怒りを鎮めようと躍起になっているようです。どこぞの傭兵団を新たに雇った様子もありませんし、なかなか興味深いですね。 Yeah, I can only think of an artifact that can do the things that Sao mentioned. 我々の知らない切り札を持っていた。しかも私の見立てでは尋常な切り札ではなさそうです。それこそインドののような、状況を一気にひっくり返せるほどの。 And there's an attack. 噂をすれば神が。大変です。ルバーチェと思われる黒ずくめの一団による襲撃です。その数およそ10。キリングベアの姿はありません。たかが10名ごとき返り討ちにしてしまう。警察は心配するな。正当防衛で何とでもなる。それが襲撃者の戦闘力は尋常ではなく、
重機関銃を片手でカリカリと振り回している。 Whoa, what? 1階が突破されました。こちらに迫ってくるのは、どうやら頭脳派を拾っているわけにもいかないようですね。そうそう、出ますよ。この程度でインドの二頭っては兵ゆえの名前、東方人外を支配する我らの力。 Our might as the conquerors of the Eastern Quarter. I want to see the enemies. What the hell?They're not humans. They're using huge machine guns with one hand. And it's like nothing happened. しかし驚いたな。この目玉焼き、本当にキアが焼いたのか？そうよ。あまりに手際がいいんで、思わず見惚れちゃったわ。いい半熟具合だな。ベーコンもカリカリで言うことなしだぜ。昨日のホワイトシチューを手伝ってくれた時も大した腕前でしたし、やはり料理の経験はかなりあるのではないかと。なんか勝手に手が動いただけなんだけど。確かに料理は体で覚えるところがあるけど、それにしてもこの年で。ねえねえティオ、今日は大丈夫なの？ああ、見たところ顔色は悪くはないみたいだけど。あんまり無理はしないで休んだ方がいいんじゃねえか。いえ、昨日も早めに休ませてもらいましたし。まあ急ぎの仕事もないし、少し様子を見た方が。 Speak of the devil。 朝っぱらから珍しい。フランさんかしら。はい、特務。ああ、なのはとっくに分かってるって。ああジョナ、今どこ？何してんのさ。ああ、ヨナか。おはよう。夜型のヨナが。そんなもん徹夜明けに決まってんだろ。ああ、もう。でもまあその様子じゃ全然知らないみたいだな。知らないって。大サービスでこのヨナ様が教えてやるよ。昨日の真夜中、いや、ヘイユエの事務所が何者かに襲撃されたそうだぜ。なんだって。なんでもヘイユエの方は防戦一方だったみたいでさ、かなり被害も出たみたいだぜ。まあ襲ったのは間違いなくルガ。そうだったのか、ありがとうヨナ。へ、今度何かで返せよな。ヨナからですか？ああ。Yep。 本当なの？ They didn't show the attackers。 おいおい、マジかよ。真夜中とはいえ市街地でそんなことが。それが本当なら一家あたりがとっくに動いてるんだろうが、気になるんなら行ってこい。ただし飯を食ってからな。はい。あ、ティオ大丈夫か？ええ、朝食を済ませたら公安区に向かいましょう。Do you have any let's report the quests first。No rewards. Sure. Oh, goddammit. Check requests. Oh, no new requests. Alright. Cool then. So let's save first, and of course I will be ending the video here. So things are heating up. Somebody, I guess it's Ravash, but what the hell are they using?And how the hell did Sao manage to fight those things off? Huh. Maybe they're archaisms or ions moving here? Ooh. Maybe Ravash has ties to Ouroboros. Haha. Alright, so we'll end, as I mentioned, I'll be ending the video here.So if you enjoyed this video, hit that like button, and if you wish to be updated on my uploads, hit subscribe and the notification bell. And also follow me on social media, links will be in the description down below. So thank you so much for watching, and I will see you all next time.